こんにちは。さあ、今回あれですかね、ざわついてますかね。どうでしょうね。あの、私たちそのまんまエンドレスで撮ってるんで、はい、わかんないですけど、前回みたいなざわつきはあるんですかね。いや、でも今回はその出す側の気持ちは考えないっていう。考えろって言われたり、それでも騒ぐじゃん。はい、そうですね。絶対出さない、無理は出さねえんでって言えば、それ分かってるっていうね。いや、私もそう思っちゃいますもん、聞くと。いやいや、出さないし、しおみみたいな、なっちゃいますから。ざわついてるから。いや、どうなんですか？取ってくる主観だからね。取ってくる方を主体で考えてる。うん、そしたら、あ、いいのいいのっていう気持ちになるはずなんですよね。うんうん、はい。だから自分たちのチームに補強するならっていうことでね、うん、はい、見たら、そんなのざわざわって感じですけど、世の中、前回もざわざわかと思ったら結構ざわついてたから。いや、前回はだってあれですもん、一見なんかネガティブに聞こえちゃうじゃないですか。うん、今回はいや全然なんか補強した方がいいんじゃないってプラスに聞こえますよ。うん、でも言ってること一緒なのね。そうですね。確かにそうですね。全然言ってること一緒ですよ。でも、もう前回ので慣れてると思うんですよ、聞いてる方も。そうですね。プラス今回の方がちょっとこうポジティブに捉えやすいんで大丈夫じゃないですかね。まあ、ざわついた方がじゃ楽しいですけどね。もうそうですけどね。はい、じゃあ、まあ今回はですね、じゃあ広島行きましょうか。はい、広島。前回でね、磯村選手をね、楽天に。そうだ。はい。言ってないけど、ね、勝手な妄想ですからね、これね。はい。言ってないんだけど、言っちゃったんだよね。はい、楽天が、そうそう。新鮮で、磯村選手をいただきました。パラレルワード的な、はい、はい。そうですね。空想の世界では今、磯村選手は楽天に取れてきてる。言っちゃってね、楽天が優勝するぐらい強くなっちゃったっていう話。そうなんです。はい、前回ね。だから広島は誰かを取ってこようって話。そうですね。はい、広島はですね、はい、考えたときに、どこが足りひんやと。どこですか。やっぱり先発かなっていうね。はあ、まあ、まあ投手陣かなって。先発も中継ぎも、うん、投手陣が若干バタつきあるかなっていう、はい、まあもちろんね、その丸がいなくなって外野どうするんだってところで、まあ、西川出てきたりとか、あとは野間とか、まあね、うん、今年オープン戦よかった高橋、はい、まあ、外国人も含めて、まあまあ、まあまあな感じなんで。打順が結構固まってる感もありますね。そうなんですよね。内野はね、小園取って、はい、で、まあ、外国人もいるし、阿部、はい、ね、田中菊池もね、はい、残留してっていうところもあるんで、はい、やっぱピッチャーかなっていうね。ピッチャーか、はい、まあ、森下投手っていうね、はい、応援ルーキーがありますよね。まだ言います。まだ言いますか、はい、広島にトレードする選手は、はい、日本ハムから、はい、加藤投手です。ああ、あれ、加藤投手結構やっぱ先発入ってるイメージだな、私の中では。加藤貴之投手、はい、まあ、昨年もですね、はい、26試合投げて、まあ、でも基本ショートスターターなんですよね、はい、あの、まあ、3イニングぐらいとか一回り投げてっていう、だから要は1試合だけな。昨年栗山監督やったその日本ハムの、まあ、堀とか、はい、加藤とかが、うんうん、あと金子千尋とかもありましたけど、よくやってた、はい、ショートスターターを主に担ってやってきた選手ですけど、はい、ここはもう思い切ってやっぱ広島先発投手陣、特に左で言えば、まあ、昨年床田がね、はい、よかったですけど、ジョンソン床田っていうところで、まあ、もう1枚ぐらい欲しいなっていうところもあって、はい、で先発が、まあ、野村、うん、ジョンソンで床田、うん、森下、はい、加わったりとかっていうところで、まあ、アドバとかもいるし、うん、まあ、もうちょっと全体的に総上げしたいなっていうところで、はい、左の加藤選手、しかも僕、ね、セリーグに合うんちゃうかと思ってるんですよね。加藤投手のそのショートっていうところでですか。いや、あの投球のスキルが、へー、結構あの技巧派で、はい、あの変化球、カーブでもスライダーでもチェンジアップでも巧みに投げれて、はい、あのやっていく、まあいわば石川選手のようなヤクルトのタイプで言えばそのタイプかなっていうところもあって、はい、セリーグの方が結構そのパ・リーグはなんか5と5と5の戦いみたいな感じですけど、はい、うん、セリーグの方がひょっとしたら合うんじゃないのかなっていうところもあって、うん、広島へどうかなっていう、ね、成績見ても2016年から7勝6勝5勝5勝って、まあ、安定的に勝ちは上げてるんですね。そうなんですよね。で、何て言うんですかね、まあ、ちょっと言い方が語弊あるんですけど、はい、これっていう球があるわけじゃないんですけど、うん、全てが平均的にいいんですよ。なんか一つに特化してるっていう部分ではないところが若干寂しいところなんですけど、はい、でもコントロールも球速も変化球もっていうところで万能的にいいんで、多分使う方は使いやすいですよね。1年そしてローテーションを持ってくれるのっていう。そうそうそう。だからああいうショートスターターとかにも使われるっていうところもあって、あ、ここは思い切ってね、広島が取ってきて、うん、先発ローテーションに組み込んでいって、はい、僕はセリーグ結構合ってるかなと思うんで、はい、いい形で回れば、うん、投手陣もガチッとハマったら広島がね、はい、まあ、あの3連覇した時のようなこうやっていけるんちゃうかっていう、まあ、一応今まで出す方のことも考えてたじゃないですか、はい、
そのまあ清田選手を出すんだったらまあ外野も渋滞してるから、うん、じゃあ日ハムの先発はまあ大丈夫ですか、うん、だってもうどうせ使わないでしょ、6回とか投げさせないでしょ、そういう方針なんですよね、まあ、だからもし6回とか投げれるピッチャーが現れたら使われなくなるんですよね、はい、まあ確かにそうですね、うん、だから一番最初ね、あの一番最初にルール言ってあるんですよ、はい、あのそのも見てない人いきなり見たらざわつくんで、はい、あのそのルール見てもらっていいですか、もう一回 ね、 そうですね、そのルールの中で僕の中で外れてるんですよね、その除外されてるんで、はい、だもうガチのレギュラーじゃないっていうルール、そう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 、はい、だからまあガチのローテーションじゃない、まあそうですね、だからまあここは思い切ってカープで、はい、もっと活躍するだろうということで、そう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 、はい、でカープがそこで先発ローテーション安定して勝っていけば、うん、さらに上に行けるっていうね、優勝に向かっていけるだろう、そうそうそう、いいんじゃないのかなっていうところで日本ハムからは、はい、加藤選手を迎えて、じゃあ次セリーグどこ行きましょう、あ、じゃあセリーグじゃない、パリーグだ、オリックス行きましょう、はい、オリックスの補強ポイントはやっぱり打線やと思うんですよ、どっちかっていうか、うん、やっぱ投手陣は山本山岡とかも含めて、はい、あの安定してると思うんですよね、はい、まあ打線か中継ぎやと思ったんですよ、でもまあディグソン押しのになって、はい、まあまあそこそこいけるかなっていうのを、でもね昨年も山本が1点しか取られてないのに敗戦投手になったりとか、うん、防御率1点台で8勝しかしてないとかっていうことを考えると、はい、やっぱ打線がいると思うんですよ、うん、そこで内野と外野って考えたら外野かなっていうね、ほう、じゃあ外野手、はい、セリーグの外野手、だから清田とかも良かったんですけど、だからまあでもルール的にはセトパセカラパ、まあ、そうそうそうなんで、はい、タパがない、ないんで、はい、ルールでいくと、はい、だからセリーグからですね、どっからだろう、でちなみにもうセリーグで言うと、はい、阪神、広島はもうないですね、そうか、阪神は岩貞投手を出して、はい、広島は磯村を出したんで、はい、それ以外の4球団から、はい、だからじゃあオリックス、はい、トレードして取ると選手、はい、ヤクルトから、はい、塩見選手です、おー、なんだ、じゃあヤクルト塩見選手2人なんないじゃないですか。こうヤクルトは結構難しかったんですよ、はい、誰を出そうかっていうところで考えた時に結構悩んで、正直塩見選手まだそこまで実績なんですけど、はい、今年のオープン戦めちゃくちゃ打ってましたし、うん、はい、足もあるし守備っていうところもいいし、はい、あのポテンシャルすごい持ってる選手だと思うんですよね、うん、で監督の西村監督は足がある選手好きなん で、うん、で昨年も盗塁数多かったですし、はい、右バッターで外野っていうところを考えた時にいい補強ポイントかなっていうね、うーん、本当今年ブレイクしそうな、こう、そう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 、今年、ね、下手したら開幕スタメンに並んだかもしれないですけど、はい、まだ並んでないんで、はい、ルールの中ではトレードしていい選手になっちゃうんですよ、はい、入って外れてくるんですね、レギュラーからは、ああ、なるほど、あ、いいんじゃないですか、ね、で、ヤクルトはピッチャー出そうかなとも思ったんですけど、はい、あの一番最初のね、塩見投手が楽天からヤクルトにトレードになった、はい、なってはないんですけど、はい、なったことになってるんですけど、はい、パラレルワールドになってるんですよ。ってなった時に、やっぱり投手力が厳しいんで、はい、投手を出す余裕なんてないんですよね。うん、ってなったら野手になっちゃうんですよね、うん、で野手誰かっていうところで、はい、塩見選手になったんですね、はい、うーん、まあ確かになんか今年本当に来そうで勢いがあるなって思ってたので、はい、まあ、ヤクルトでももしかしたらものすごい活躍する可能性もありますけど、はい、まあ補強するって上でオリックスにはいいかもしれないですね、カラーにも合ってるのかなっていう感じもしますし、うんうん、まあ、足もあるしっていうところで、はい、オリックスにいいんじゃないのかなっていう、いいんじゃないですかね、はい、外野でだからあのヤクルトが、はい、あの YT 塩見にする必要はないです、そうですね、はい、塩見 Y 塩見 T って、はい、にする必要は全くないですけど、でもどうですか、オリックスって今外野考えると、いや、まあ吉田正尚ですよね、もう完全に変わってますよね、はい、で AJ、 あ、アダム・ジョーンズ、ジョーンズでセンターが、はい、まあ、後藤俊太とか宗とか T、 さん、あ、まあ、T 岡田も、まあ、いますね、いますし、こんな選手がいるんですけど、はい、でめちゃくちゃじゃあ厚みがあるってわけじゃないですか、ね、そうそう、これ、まあ、だから多分アダム・ジョーンズと吉田は決まってるんですけど、はい、あと一人はまあ誰、まあそこで塩見をどうかなっていう、なるほど、補強するんだったらまあ外野かなって、うん、そうですね、おーがいいんじゃないのかなっていうね、はい、いいんじゃないですか、ね、いいですね、パラレルワールド楽しいですね、この楽しいでしょ、妄想、はい、はい、あの出してくれないですけど、はい、取ってきたらいいんじゃないのかなっていう、ね、そうですね、いや聞いてると絶対その出す方のチーム出さないだろうなって選手ですよね、でも出さないだろうなっていう選手を取るから、はい、今すぐチームの役に立つわけじゃないですか、そうですね、大げさに言うとね、うんうん、本
当にこの選んできた12球団の一人一人が本当に全部シャッフルされたら、全部が底上げされるように作ってるんですよね。そう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 、うん、いや面白いですね。だからヤクルトもね、塩見立つけど、はい、ピッチャーで塩見取って、はい、塩見出して塩見取って、取ってでピッチャーの厚みを増そうとしてるわけです。そうですね、12球団の複雑な交換トレードです。だから1対1じゃなくて、こうなるけどこうなってこうなってこう12球団協力でトレードみたいな、はい、全部12球団合同でみたいな。そう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 、よく考えましたねこれ。いやめっちゃ考えたですよ。綺麗にパズルがうまく、はい、はい、いやすごい、さすがですね。はい、はい、じゃああと残りまだ 3,、はい、3本そうですね。だから今日で前半戦終了です。はい、はい、後半もお楽しみに。